皆さんこんにちは、てつりでございます。今日はここ佐賀嵐山駅、今回は、ね、このトロッコのね佐賀野駅から、亀岡駅というところまで行きたいと思います。今回購入した切符はこのように、トロッコ佐賀から亀岡まで5号車9番の C 席です。実はもう一つこちら側に D 席があるんですけど、まあ友人と一緒に来たので、そちらの人と同じ、まあ、ように切符買ってるんですけど、裏側を見てみると佐賀の観光鉄道トロッコ佐賀から亀岡佐賀の9号と書いてあります。料金は均一で880円です。これはなんか9号の佐賀の9号のね、あの案内がされてるんですけど、これ電車指定席もあって、昔は立ち席なんかがあったんですけど、その立ち席はコロナかなんかの関係でね、もうなくなってしまったということで、はい、ということで今回は旧山陰本線のある場所を通るトロッコディーゼルカーで運行されています。ディーゼルエンジンを積んだ機関車、DD51 だっけな、なんかそういうやつで走っていきます。平日なのであまり関係はありませんが、休日ならばあそこ のトロッコのなんとかホール的なやつがあるんですけど、あそこに鉄道ジオラマ館なんかがあるみたいで、その鉄道ジオラマ館というところはですね、いろんな趣味趣向を知らせてこらせたり、いろんな鉄道模型があるので、そこを見てみたいと思いましたが、今回は、臨時休業のためやめておきます。いよいよ開きました。ではこれをね、改札を行うようです。ということで5号車のお客様は列車が到着した後に改札を開始しますという何のもと、電車が入線してからではないと、5号車のお客様は乗れないそうです。さて電車が入線してきました。この電車はトロッコ佐賀野号 DE10-1104号機です。この電車はディーゼルエンジンで動いております。まあこの電車って電車って言っちゃダメだと思うんですけど、たまに電車っていうことがあります。そこはご了承ください。さてこの列車乗っていきましょう。隣ではすごいディーゼルエンジンが唸っておりますが、僕たちが乗るのはザ・1号という開放感がとても大きいね、開放感にあふれた座席となっております。座席は見たところものすごく硬そうです。さすがはトロッコ列車、とても開放感のある内装になっております。でこれ下の方を見てみるとすごいですね、車輪を見ることができました。網でスケスケになっております。そしてお客さん何人か、乗りまして、でも間もなく発車するといったところでございます。さてピーという笛の元も間もなくの発車。トロッコ佐賀駅を出た後は 2,3 分ほどですぐにトロッコ嵐山駅に到着します。下を見るとこのようにスケスケですね。ピーという音が鳴りました。お待たせいたしました、佐賀の9号発車しますというアナウンスとともに、そうです、この電車は佐賀の9号、佐賀のからトロッコ佐賀のから、亀岡方面に向かう電車はトロッコ佐賀の、そして亀岡から佐賀方面に戻ってくるは、トロッコ亀岡号かなと言います。この社員の方がね、手を振ってお見送りをしていただいて、ももね手振っておきました。やっぱり、ね、皆さんね手を振っているわけでございます。そして無事に発車しまして、次はトロッコ嵐山駅です。トロッコ嵐山駅までは、ほんのね数分 2,3 分で着くようです。時刻表上では3分で次のトロッコ嵐山駅に着きます。そこまで見どころというのはあんまりないですが、このトロッコ佐賀の、9号ですね、トロッコ佐賀を出た後は、すぐにポイントを入りまして、現在221系電車、快速電車などが走っています山陰本線、現在の山陰本線に、統合されます。統合というかね、くっつきます。そして山陰本線の上り本線上、下り本線上を通りまして、左側をずっと見ていただくと民家なんかもあるんですけど、この辺りから竹林、佐賀野ではかなり有名な竹林の区域に入ります。さて見えてきたのがたくさんの竹のある竹林、竹林といってもそんなに大きいものではなく、もう観光目的だけの竹林みたいな感じでね、すごいお客さんがいます。観光に来たお客さんが、何人かいるようです。そしてここは山陰本線、現在の山陰本線の、下り本線上を走っているんですが、これから旧山陰本線、
ディーゼルカーしか通れないような場所を取っていくことになります。現在では山陰本線は、電化されておりまして、まあ、鳥取の方とかだと電化されてないんですけど、この辺はもう電車が走ることができるようになっています。確か現在の山陰本線の線路ができたのはちょうど昭和から平成に変わるぐらいかなっていう時代だったと思います。そして何分も経たないうちにトロッコ嵐山駅です。さて画面ではよく伝わりづらいですが、現在山陰本線から旧山陰本線の線路へと今入っております。こう見ていくと奥に見えるトンネルの場所、あちらが山陰本線、現在の山陰本線で、今走っているのは旧山陰本線になります。本当に開放感があっていいですよね。向こう側の山陰本線、現在の山陰本線のトンネルからは221系電車が出てきてました。さてもう嵐山駅でも何人かは、乗ってくるのですが、嵐山でもう何か乗ってくると次はトロッコ保津京都駅に停まります。佐賀の観光鉄道の美しい沿線を見ることができますよという車掌さんかなのアナウンスとともに、トンネルを抜けると左側に景色が広がるそうです。なんかみんな手振ってるので僕も手振っておきましたが、佐賀の9号は、13時2分にトロッコ佐賀駅を出た後、トロッコ嵐山駅は13時5分に出ます。次はトロッコ保津京、そして終点トロッコ亀岡の順に停まります。さて山陰本線、旧山陰本線の最初のトンネルに入りました。ここから保津川というね川があるんですが、その川の沿線を走るためにこのトロッコは現在トンネルの中を走行しています。こう見てみるとね、本当にすごいんですよね。トロッコの中を臨場感たっぷりに走っていくわけでございます。トンネルの中ですね。そして向こうに見えるのが嵐山の山々なんですけども、その下に通ってる川がですね、渡月橋なんかが かかってるのが有名な保津川となります。この先桂川になる川ですね。電車が止まりまして、なんかアナウンスがあるようです。ここの向かい側に、嵐山という山がありまして、まあね、モンキーパークとかが有名ですけどね、嵐山の猿たち。あの猿たちは、なんか野生のね、猿かなんかで、すごい好奇心旺盛な猿たちだったと思います。そして、この手前のところにはすごい植樹されてて、春とかの時期はすごい桜が見えるんだなとか考えてしまうんですけども、奥のは多分紅葉を見れるようにモミジかなんか飾ってあるのかなだと思います。そしてこう下に眼下に広がるこのね川が保津川となっております。佐賀の観光鉄道ではこういった、情景綺麗に見せるためにこの植樹活動も行っているというから、本当にすごいです。下見ると本当に怖いね。これ走っていくとところどころ赤っぽいね、花ではないわ、木が見えるんですけど、これは何なんでしょう、モミジとかそういう系なのかな。ちなみに撮影日は4月なので、まあ見ようと思えば桜見えるんですけども、4月の20何日とかなので、ね、もう見ることができないですね。桜も散って若葉が生え揃っているというような感じなんで、だからちょうどこの時期が観光客少なくていいかもしれません。進行方向左側に川が流れておりますが、保津川下りの人はちょっと見受けられませんね。この保津川下りの人をね見てみたかったんですけど、ちょっと見ることができないです。このトロッコ列車のいいところはこの天空、そしてね下、そして左側、側面、全てね、もうトロッコというかトロッコじゃないみたいなんですよね。もうただ台車の上に乗せられて走ってるような、そういう感覚に陥ります。だいたい最高速度は30キロも出てなかったと思いますね。さて佐賀の鉄道、佐賀の観光線を走っていきます。保津峡渓谷を走行する佐賀の観光鉄道のトロッコ列車です。保津峡の渓谷はもう少し先の方が見栄えがいい、よく写真などで撮られるスポットというものがありますが、嵐山の場所は、京都府の京都市、京都市の中にある右京区という場所に入りますね。それから、亀岡、トロッコ亀岡の駅のあたりは亀岡市だから、京都市から亀岡市まで向かっている、そういう感じになります。実はこの佐賀の観光鉄道というのは JR 西日本の山陰本線の後にできた場所であって、JR 西日本とはあまり関係がありません。まずこの路線などを保有しているのは、JR 西日本旅客鉄道ですね。いわゆる第一種鉄道事業者と言われるものです。でその後に1991年平成3年にですね、この佐賀の観光鉄道が開業しました。で、まあ、この佐賀の観光鉄道なんですが、佐賀の観光鉄道自体は第二種鉄道事業者と呼ばれています。全長は約 7.3km、 側は JR と同じ1067mm になっています。でこの線路はね全部単線なんですけど、ディーゼルエンジンで走ってるのでもちろん非電化です。そしてですね、ここの単線だからいらないとは思うんですけど、閉塞信号ではありませんね。
閉塞方式、まあ、保安装置的なやつです。それがですね、まあ、あの前の列車とバーンでぶつかったらダメ的な、ね、やつなんですけど、それがタブレットを、ね、使ったものになっていまして、閉塞方式はスタッフ閉塞式と書かれております。保安装置はちゃんと ATS がついてますよ。まあ、なんでかというと、一部山陰本線、現在使われている佐賀の山陰線の一部区間を走行するために、作られています。そして最高速度は 35km 毎時です。このトロッコ佐賀からは、一瞬だけ佐賀の観光線ではなく、JR 西日本山陰本線を通りまして、佐賀の観光線という線路に入ります。そこからはずっと走りまして、トロッコ嵐山を出たあたりから、各自違うトンネルに入りまして、山陰本線の中を、どんどん、トンネルで、ね、渡っていくような感じで、この川沿いをずっと走っていくことになります。 7.3km 先がトロッコ亀岡駅。ここからは車窓は左側から右側に変わります。ちなみにトロッコ亀岡駅の最寄り駅は、 JR 西日本の最寄り駅は、亀岡駅と思いきや、実はトロッコ亀岡駅の最寄り駅、馬堀駅となっています。ですからね、事前に調べておくのがいいと思います。まあ大体のルート的には、トロッコ佐賀からトロッコ亀岡までトロッコ電車に乗りまして、その馬堀のね、近くからね、保津川下りのが出ていますので、そこで保津川下りに乗って嵐山へ戻ってくる。これが大体の、よくね、使われる、まあ、観光で行くようなルートなんですけども、今回は乗っておりません。で、この乗っているザ・リッチ号なんですけど、これはですね、後期ではないと思うんですけど、もともと貨車だったんですね。その貨車の客車の上に、このような設備を、乗っけたんですね。無害貨車と書かれておりますが、無害貨車、貨車ですね、貨物を乗せていたところの、上に客車として作られました。で、その後、ディーゼル機関車を、くっつけて発車するということです。そしてですね、佐賀の観光鉄道、面白いことに両端のね、トロッコ亀岡と佐賀にね、機関車を、回す設備がないんですね。例えば前側につけるっていうのができないので、機関車はトロッコ佐賀駅のね、側に、くっつけられています。だから今乗っているのの1両後ろ側がトロッコの、一番なんての車両を動かしている機関車があることに。さて、この駅はトロッコ保津峡駅です。何やら鐘が鳴っていますね。ここで降りる人はほぼほぼいなかったかな。まあ何人かは降りたかもしれません。いろんな人が写真を撮っております。本当にトロッコ保津峡っていう名前で、本当に保津川のね、すぐそばにありまして、昔はここ伏線だったんですよね。まあ、伏線と言いましても、まあここは、対比線というのでしょうか、入れ替え設備がありました。現在では入れ替え設備が必要なくなったため、このように単線、まあ見えないんですけど、単線で両端にホームがある、そのようになっております。さて、トロッコ保津峡駅を発車しました。何かお見送りの方がいらっしゃいましたね。このトロッコ佐賀の観光鉄道のトロッコ列車というのは、当時トロッコが開業した時はですね、やっぱ保津川下りの前に乗るっていう人が多かったりとかして、すごいたくさんの人が乗ったので、もう本当に黒字路線だったんですね。人気路線になったんですけど、まあ、新型コロナとかいう、悪いウイルスさんがね、来ちゃったので、この電車、乗れる人数も制限されまして、でまたね、あんまり人が来なくなったので、あんまり人が少なくなったんですけど、その後ですね、運賃が600円ぐらいだったのが、新型コロナのせいで880円になっちゃったんですよね。それがちょっと、きついところなんですけども、それさえなければもっと人が乗ってくれたかな。まあでも880円でも乗りましたけどね、僕。まあこのように外の外観がとても綺麗だったので、やっぱ観光路線として良かったなと思ってます。ちなみにこの佐賀の観光線を運営している佐賀の観光鉄道は JR 西日本の子会社です。順を追って解説していくと、1899年、明治32年ですね、8月15日、郷土鉄道によって佐賀駅、現在の佐賀嵐山駅と園部駅間が開業します。これは今走っている昔の山陰本線です。1907年、明治の40年8月1日、鉄道国有法により国有化、北鉄となったことです。で、そして1909年、明治42年10月12日、線路名称を制定、京都駅から園部京都線となりました。現在の JR 京都線とは、全く違う場所を走っています。1912年、明治45年には京都駅と出雲今市間、今市駅かな、の全通とともに京都線全線、現在の佐賀の山陰本線なんですけど、と、舞鶴綾部の綾部ですね、綾部から福知山駅間、そして磐田線の福知山から霞駅間を山陰本線に、くっつけた、これで山陰本線というものができました。で、1922年には、歴史的な結構な事故がありまして、保津川橋梁で、列車が転覆するという事故が起きました。
そんな困難もありますが、1935年、現在のトロッコ亀岡の最寄り駅である JR 馬堀駅、こちらが開業したわけですね。でその後、もう本当に川のところの上に立っているような駅、保津峡駅も1936年に、その馬堀のできた1年後にね立ちました。そして1987年、昭和62年は、国鉄 分割民営化ということで、 JR 東日本、 JR 西日本、JR 四国、 JR 北海道、 JR 東海、それから JR 九州で、JR 貨物課に分けられまして、 JR 西日本に、この山陰本線が、渡されます。そして1989年、平成になった年ですね、3月5日、山陰本線の佐賀駅から馬堀駅間を複線にしました。そして電化対応、電気で走る電車を走らすために新しい線路を作りまして、現在トロッコが走っている山陰本線の旧山陰本線は廃止になりました。9月18日に JR 西日本運輸部という場所があるんですけど、そこで嵯峨野線プロジェクトチームが発足。1990年にはこの嵯峨野山陰線で列車を走らせるための鉄道事業免許というものを申請し、同年11月14日嵯峨野観光鉄道株式会社、子会社なんですけど、設立されました。そして11月30日、同年の11月30日にはここに列車走らせて運営してもいいよという免許が渡されまして、1991年、平成3年ですね、だからつい最近なんですよね、の4月27日、山陰本線9線、今走っている場所が嵯峨野観光鉄道嵯峨野観光線として、トロッコ嵯峨駅からトロッコ亀岡駅までが開業しました。そしてこのトロッコ列車が運行されているというわけです。まあ、そこからはいろんな、お話というか歴史がありまして、全列車トロッコ嵯峨駅乗り入り開始したのが1996年、そして新駅舎、今のなんか鉄道ジオラマ館とかがあった場所が1997年にできました。そして現在僕が乗っているザ・リッチ号というものは、1998年 SK300 型ザ・リッチが増備されるとなっております。で2013年には大雨と台風18号でこの列車運行できなかったりとかしましたが、その同年2013年に年間利用者数が初の100万人超え、とても人気があったそうです。ですが2020年4月8日、近隣府県における新型コロナウイルスの感染症拡大防止のための緊急事態宣言発出に鑑みて、同年6月12日までの間トロッコ列車を全面運休ということがありました。でインバウンドとかもね、なかったので、まあ、あんまりですよね。ここからはずっと右側の景色が保津川 の景色になります。何駅かトロッコに入りまして、トンネルに入りまして、トンネルに入るとやっぱりトロッコのゴーという音がすごい聞こえるんですよね。まあ、皆さんぜひこの、トロッコ列車に乗るときはですね、いろんな方法があるんですが、緑の窓口、E ご予約、旅行代理店などで、発売されております。こうやって走ってるときにね、この前が見えるというのが本当に僕は好きなんで、やっぱ前が見える、カーブで前が見えるっていうのがもう一番いいなと思っておりまして、この景色が僕は一番好きですね。そしてトンネルに入りまして、でここからも、長いこと轟音が響くわけです。では嵯峨野観光線の車両についてお話ししましょう。現在僕が乗っているのはザ・リッチ号です。ザ・リッチ号には窓ガラスなどがなく、全面オープンになっておりまして、とてもね雨が降り込んできそうな場所になっております。そしてこのザ・リッチ号の後ろ側、下りでは後ろ側ですね、嵯峨野方面には、前側になりますが DE10 型ディーゼル機関車を配備されております。こうやって見ると右側の景色、右側に座った方が良かったなと少し後悔しておりますが、右側の景色がとても綺麗で、皆さんカメラを向けてパシャパシャ撮っておりますが、やっぱ乗れば良かったな、右側乗れば良かったなと、今頃、考えております。左側の景色はあまり何もないんですけど、いろんな草花が見ることができて、まあまたそれもいいんじゃないかなとは思いますね。もう間もなくこの川を離れまして、もうすぐトンネルに入るんですけど、トンネルに入ったらもう川を離れてトロッコ亀岡駅という駅に停まります。トロッコ亀岡駅はなんて言うんでしょう、山陰本線のすぐ隣にありまして、少し小高い丘みたいなのがありまして、そこにあるわけなんですね。もちろん亀岡駅と言いますから京都府亀岡市にあります。ですが JR の今の亀岡駅とはちょっと遠いんですね。だいたい3キロか4キロぐらい離れてるのかな、なので馬堀の方が近いというわけです。まあ、次の亀岡駅はホームは一面一線、折り返し設備はありますが、あまり面白いものとはありません。さて、いくつかのトンネルを抜けまして、もう間もなくトロッコ亀岡駅です。車掌さんが歌っておられますが、とても美声で歌っておられます。これを毎時間の便でやってると思うとすごいなって感じますが、とても面白い。
あの案内の人でしたね。さて左側に見えるのが現在の山陰本線、ちょうど列車がこう通過している様子は見えなかったんですが、そして右側こちらがトロッコ亀岡駅の駅舎になります。では降りていきましょう。ここまで約7キロぐらいかなの区間を、大体20分15分ぐらいかけてここまでやってきました。山陰本線だと10分もかからずに、佐賀嵐山からこの近く馬堀まで着くことができます。ではトロッコ列車降りてきました。このザリッチ号本当にスケスケだな。後ろ側にはちょっとあんまり取れなかったですが、 DE10 型ディーゼル機関車が止まっておられました。切符はねもう回収されなかったんで、もうそのまま帰ることにしました。この後馬堀から自宅の方まで帰ったんですけども、まあいろんなちょっとしたコーナーがありまして、こんな顔はめパネルみたいなのもありました。では今回はこの辺で終わろうと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。今回は佐賀の観光鉄道佐賀の観光線トロッコ列車の皆様にご案内いたしました。とても楽しかったのでね、やっぱね乗ってみる方がね面白いと思います。動画で見るより絶対乗った方が面白いので、皆さん乗ってみるといいと思いますよ。ザ・リッチ号でも普通のやつでも面白かったです。ではご視聴ありがとうございました。